12球団現役ドラフト候補一覧。こちら12球団ドラフト候補一覧、この通りになるでしょうか。ヤクルトは太田、戦力外が混じってんぞやり直し。高橋レイデンのせいけば目新しさで1年目やれそうやん。ヤクルト宮本欲しいわ、あいつ打撃センスあるやろめっちゃ。佐々木ま、阪神は何年越しの夢だよ。出して活躍されたらメンツがないからって感じでしょぼくなるかと思ったけど、そうでもない。佐々木が投げて大山が横で守ってる姿は見てみたい。金本も涙を流すで。フェニックスに松原いないもんな、井上もいないがまさかね。オリックスは今年もやる気なし。オリックスは黒木やな。大下とかですら割と活躍してる事実。現役ドラフトて移籍先で結果出せんかったらクビになるし、ほんまのラストチャンスやな。これに選ばれる選手かなり嫌やろな。村西はウエスタン最優秀防御率だから出さないと思われる。平沢大河さん、スーツ姿で発見される。自分が出したの売れ残ったら契約せなあかんのやろ。同一リーグに行って活躍されると嫌やから、選手によっては同一リーグ負荷みたいな条件付けられへんかな。若くて覚醒ワンちゃんの安と最低限実績ある投手取った方がいいんじゃないかと思った。ご視聴ありがとうございました。